ボルテックスリングステート、あるいはセットリングウィズパワーはヘリコプターの飛行中に発生することがある危険な状態であり、ローターがボルテックスリングシステムに巻き込まれた時に発生し、揚力が極めて減少する原因となる。本質的にはヘリコプターが自分自身のダウンウォッシュに落ち込むことである。この状態になるとローターのパワーを増やしても、 ボルテックスの動きを増大させるだけで、揚力を増やすことができなくなる。この状態は、転換式航空機である、ティルトローター、ティルトウィング等でも発生し、V-22 オスプレイの事故の一つは、これが原因だった。曲がった矢印は、ローターディスクの周りの空気の循環を表している。このヘリコプターは、ラ -66 コマンチである。前方へ飛行しているとき、 空気の上向きの流れは軸付近には発生しない。前向きの待機速度が減少し、垂直方向の降下率が増大すると、軸及びローターブレードを固定しているエリアには、欲面がないので、上昇流が発生し始める。上昇流の量が増大すると、ローターブレード内側の部分に誘拐される上向きの流れがかってしまい、軸に近い部分のローターブレードは、失速を始める。 軸に近い部分が失速すると、ローターの先端のボルテックスに似た新たなボルテックスが、ローターシステムの中心に発生する。この内側のボルテックスが、揚力の合計を減少させ、効果率を増大させる原因となる。加速された状態では、内側と外側のボルテックスが互いを増大させ始め、ローターブレードのピッチアングルをどんなに増加させても、 この二つのボルテックスの相互作用を強化するだけになってしまう。こうしてさらに効果率が増大する。この状態ではそのヘリコプターは自分自身のダウンウォッシュの中で操縦することになり、効果する空気の中を落ちていくことになる。この状態の認識や対処をヘリコプターのパイロットが誤ると高い効果率を招き墜落する可能性がある。ヘリコプターが ボルテックスリングステートに陥るのは普通以下のような場合である。セットリングウィズパワーの兆候はメインローターシステムの振動とそれに続く高果率の増大であり、場合によってサイクリックの危機器の悪化を伴う。シングルローターのヘリコプターの場合、ローターブレードのピッチアングルを調整するサイクリックコントロールを前に動かし、わずかに機種を下げて前方に進むようにすることで、 ボルテックスリングステートを抜け出すことができる。タンデムローターのヘリコプターの場合、横向きのサイクリック及びペダルの操作で抜け出すことができる。機体は綺麗な空気の中を飛行するようになり、揚力を再び得ることができる。ヘリコプターのパイロットは一般的に低い待機速度の場合に効果率を注意深く監視することによって、セットリングウィズパワーを避けるように教育される。 セットリンクウィズパワーに遭遇した場合は、サイクリックを前に操作してこの状態を抜け出すか、コレクティブピッチを小さくするように教育される。前、または横に進むようにすると、それ自体がこの状態を緩和する効果があるのに対し、コレクティブピッチを小さくして、パワーを減らすと、それに依存しているボルテックスの大きさが小さくなるので、この状態から抜け出すのに必要な時間の合計を、 減らすことができる。しかし、この状態はしばしば地表の近くで発生するので、コレクティブピッチを減らすことは選択肢とすべきでない。この状態から抜け出す前に、高果率が高まるのと比例して、高度を失い、墜落してしまう。場合によっては、ボルテックスリングステートに遭遇した時、乱流のせいで、サイクリックコントロールが効かなくなることがある。この場合、パイロットの最後の手段は、 ボルテックスリングステートからローターシステムが抜け出すようにオートローテーションに移行することかもしれない。タンデムローターのヘリコプターはサイクリックを前に操作してもセットリングウィズパワーによる効果を止めることはできない。このようなヘリコプターは待機速度を上げるときはコレクティブピッチの差を利用するようになっているからである。したがってペダルの操作と一緒にサイクリックを横に操作することによって 機体を横にスライドさせて、ボルテックスリングステートの乱流から抜け出す。ありがとうございます。